ネットビジネスは怪しい。この怪しいって言葉は、いいことなのか悪いことなのか結構曖昧ですよね。怪しいけどいいものだった。怪しいけど悪いものだった。怪しいって言葉は最も責任回避に上手な表現かもしれないですね。怪しいね。うん。怪しい。いってらっしゃい。